今日は窃盗時ブルについて勉強しましょう。この今は、この、ブルプラス言葉はこの言葉にをしている行為ということです。例えばまずブルプラスタニャ、このタニャは質問するという意味です。ブルタニャは尋ねるという意味になります。次はトム、これも会う、ブルトムで意味は同じです。ブルトム。次がブル、 R じゃなくて L、 これは一つしかありません。アジャル、教える、ブルアジャル、ブラジャル、勉強をするという意味になります。最後がブプラス言葉、ブプラス言葉は R から始まる言葉しか使えません。例えばルナン、泳ぐ、ブルナン、意味は泳ぎます。最後はルンチャナ、計画、ブプラスルンチャナ、ブルンチャナ、計画をするという意味になります。以上になります。